筑戸神社のちょっと言われが書いてあるんですけど、940年ね、関東平定をした、藤原の氏ですね、手によって打たれた平将門の首を桂に収めて持ち帰って、これをこの辺りにですね、この部分に収めたものが始まって、江戸城の築城王の運命10年に、当神社を作ったと。江戸城の守ってる神様ですね。江戸城の守り神が築城神社ですね。九段下の地下鉄の駅から出てすぐぐらいのところですね。はい。私がよく行く夏メロバーの裏側ですね。女子がよく行く夏メロバーの裏側、その裏側のバーがわからないっていう使いが。夏メロバーって、お前にチェックインっていうね、夏メロバーがある。お前にチェックインっていうなんか夏メロバーがあるらしいですよ。80年代のアイドルのリクエストをするとかけてくれるっていう夏メロバーがあるそうですね。そこです。筑戸神社。ビルの谷間にあるんですね。ビルにあるよ。珍しいですね。ビルのビルと一体化してますね。一体化してるって言えばいいんですかね。よくわかんないね。面白いこれ。どういうことなんですか。ありますね。都会的だな。都会的な人ですね。九段あれアイレックスビルというのがの、隣にあるって感じですね。ちょっと珍しいですね、こういう神社。これですよ、このビルのどこ行くみたいな感じになってますね。珍しいですね。この狛犬の千代田区の文化財として登録されてますね。結構珍しいですよね、この私は。文化財ないのかな、こう建て替えてきてるんですけど。いいんでしょうか。こちらはその江戸城の、お守りしている神社ですね。江戸城なんで、今は皇居ですけどね、皇居を守りしているってことですね。参拝方法はいつも同じくですね、二拍手一礼になりますので、
力石とかね、力石なんで、こちらの方は円形と楕円形のものがあるんですけど、村の鎮守で、若者たちが力試しに使ったというふうにされているものですね。まあ、全国この力石というのは、ね、あるところがあるので、まあそうですね、実際にやってできるところとできないところですよね。ただし重いのでぎっくり腰にならないように気をつけてください。でこちら稲荷神社ですね。神社が併設されております。こちらは山本社の碑と思いますね。で、わけに小さなお稲荷さんがちょっと併設されてますね。ここにも千円札を貼らないでくださいって書いてあるんですけど、千円札貼る方がいらっしゃるんでしょうね。なんかよく書いてある、ね、書いてありますね。千円札を貼らないでくださいって書いてますね。1万円札を貼れってことですか。そういうことじゃん。2000円札とか使ったことないんですけど。2000円札使わないですね。確かに。どこにあるかちょっとわかんないですけどね。あ、社務所で用事のある方はインターホンを押してくださいっていうことになってますね。ちょっと変わった神社ですね。近代的なコンクリート作り直されてると思うんですけどね。一回ね、近代的な感じになってますね。向こう側も行けるのかな。ちょっと行ってみますかね。向こう側もなんか行けそうなので行ってみたいと思います。鉄筋コンクリートの神社っていうね。ちょっと面白いですよね。ビルのところに神社があるっていう。階段で行けるみたいですね。階段で行ってもいいでしょうし、先
ほど坂の方から来てもいいといいですね。坂の方から来ると一応正門があるということですね。一応作る当神社でした。